問です。プロになるための特別な練習方法を教えてください。試合でゴールを決められません。得点を取る秘策があれば教えてほしいです。特別なトレーニングはないですし、常に自分自身に嘘をつかないようにっていうことを意識して、やることが大事だなと思います。まあ、ゴールに関しては僕もあまりゴールを決めるような選手ではないんですけど、本当に決めたいんだったらおのずと何をしていいかっていうのは自分で考えて、誰かに教えてもらってやるっていうより自分で考えてやることの方がすごい、大事になると思うので、本気でその悩みがあるんだとしたら結構もうたどり着けるんじゃないかなと思います。僕なんか中学生の頃とか顧問の先生も別にサッカーそんなにぐらいな感じだったので、まあ、自分で考えていろいろ試したり、はい、まあ楽しかったんで夢中でやってたっていうだけかもしれないですけど、はい、誰かに教わることも人の話聞くのもすごい大事ですけど、やっぱ考えて考えて考え抜くことが大事だなと思います。質問です。いつも試合で緊張してしまい実力を発揮できません。どうしたら試合で緊張せずに実力を発揮することができますか？緊張してるかしてないかもあまりちょっと分かんないですけど、その緊張によって実力が発揮できないってことは僕はないと。自分に期待しすぎなければそんなに緊張っていうの出ないし、まあ練習でやったことだけをピッチの上で表現することと、あとはまあ結局楽しいことなので、楽しむっていう気持ちをまず一番最初に持ってればそんな緊張はしないです。もうゆとり持ってやれば大丈夫です。水戸ホーリーホーク、次のホームゲームは9月14日ビファーレン長崎戦です。ホームゲームはスタジアムを青く染めよう。